私たちの食生活を支えるお百姓さん。そして雨の日も風の日もひたすら祖先から受け継いだ田畑に命を懸けてきました。ある時には水害、またある時には干ばつと戦いながらしっかりと農業を守り続けてきました。しかし経済の急激な発展は農業にも大きな影響を与えるようになりました。農家の若い人たちがサラリーマンとして働きに出るようになり、農業の後継者がいなくなってきたこともその一つです。これは星をいただき月を仰いで帰る農業労働からの収入と都市勤労者の所得との差があまりにも開いてしまったからなのです。このためいわゆる三ちゃん農業と呼ばれる農家では今日も人手不足と戦いながら田植えに精を出しています。このように曲がり角に来たといわれる農業のために昭和36年農業基本法が制定されました。県は早速農業の在り方を示したこの法律に基づいてこれまでの農業の構造を改善する計画に着手しました。今では県内86市町村のうち46市町村が指定地域となり、すでに15億円が投資され、さらに巨額の予算が支出されます。少ない労力でより多くの収入を上げるためには、まず農業の機械化です。しかし、我が国の農地は昔から細かく区切られているので、この区画整理が必要です。これを図解してみるとこんなにも農地は入り組んでいます。例えば A さんが自分の家から田んぼに行くにはこのように遠回りをしなければなりません。また B さんも同じです。しかしこれを交換分号しますと行きも帰りも楽になり、大型機械も広くなった田んぼで自由に作業することができます。こうして都市基盤の整備が終わるとヘリコプターから農薬を散布することもでき、少ない労力と安い経費で病虫害を防ぐことができます。また今まで猫の手も借りたいほど忙しかった田植えもなくなり、機械によって直接種をまき、しかも1日1人当たり 70R も作付けすることができます。今年も豊作です。コンバインと呼ばれるこの機械は稲刈りから脱穀までわずか数分間、コンバインは値段が高いので共同利用組合を作れば過剰投資もなく一段と効果が上がります。田んぼから直接ライスセンターへ運ばれてきたもみ、さらにコンベヤーで乾燥室へ、
こでもみは自動的に乾燥されます。このライスセンターではもみからお米、そして包装と一貫作業です。これまで人手に頼ってきた稲作は機械を中心としたものへと移り、その労力は今までの 20% で済みます。このように機械化によって生み出された労力は養豚や養鶏などに向けられます。ここ小笠郡大浜町にある養豚場では数百頭の豚を共同で飼い、かなりの成果を上げています。中でも鶏は肉用、採卵用に分けられ、1000羽、2000羽という規模の大きな養鶏場もあります。一羽一羽産卵状況を記録し、もし3日間も卵を産まない鶏があればすぐ新しい鳥に変えるなど合理的に経営しています。集められた卵は農協へ。ここで洗卵機にかけ自動的に分けられていきます。節約された労力を需要の多い農産物の生産に向け、収益を上げていくことを選択的拡大といいます。ここ田形郡修善寺町では酪農を行っています。今日は牛の餌トウモロコシが新鋭機フォーレージハベスターによってスピーディーに刈り取られていきます。この地方も今まで牛の飼料を蓄えるのが悩みの種でした。しかし今度バンカーサイロが完成し、これで一年中飼料の心配もなくなりました。おかげで農家は安い飼料を十分牛に与えることができます。こうして修善寺町の農家は消費地へより安い牛乳を送り出すことができるようになったのです。酪農の中心として活躍するのが西富士にある県酪農試験場。ここでは放牧や乳牛の品種改良などの技術指導や研究を行っています。さらに広大な富士山の裾野を利用した牧草地で牧草や乾燥の試験研究調整作業も行い、また乾燥飼料は県内各地に送られ、酪農発展のパイロットとなっています。農業の構造改善によって新たにメロンの栽培を始めたここ浜名郡庄内村では、今日も苗がすくすくと育っています。隣の温室ではおいしいメロンの収穫。こうした高級果物を年間栽培することによって農家の収入は増大し、経済が安定してきたのです。
大な牧之原台地の茶畑でも農薬の空中散布です。労力を省くとともに広い茶畑もあっという間に病虫害が駆除されます。これまで聞かれた88夜の茶摘み歌に代わって今では機械の音が茶畑を包んでいます。大きなバリカンのような動力茶摘み機で能率的に葉が摘み取られていきます。こうして摘まれた生葉は製茶工場へ。今まで味と香りに最も苦心した製茶はオートメーションでわずかの時間に品質の良いお茶が出来上がります。たわわに実った温州みかん、ここ清水市の伊原は農業構造改善のパイロット指定地区でみかんの生産でかなりの収益を上げています。収穫されたみかんは作道で山から下ろされ、完備された農道を車で共同選果場へ。選果場に運ばれてきたみかんは全くの流れ作業で自動的に選別され、農協から直接市場に出荷されていくのです。このように一農家あたりの経営規模を拡大すると同時に選択的拡大を進め、生産と所得の向上を目指す農業は他産業に追いつき、そして追い越そうとする新しい農業の姿と言えましょう。